斉藤、大丈夫か？大丈夫みたいよ。いろんな意味でね。私にも選ぶ権利がある。日本足は好みじゃない。お前、なんだ？興味深い問いだ。しかしその問いは答えがたいな。私は見ての通りこういう存在だ。いろいろ質問もあるだろうが、とりあえずこっから出ようか。道案内くらいなら付き合ってやる。なんだろう、高橋さんは。鈴木、やっぱり来てくれたのね。さっきは失礼したな。北条を油断させるために演技をしたつもりだったが。あ、そうだったんだ。さあ、斉藤を助ければもうこんなビルには用はない。さっさと出ちまおうぜ。5人で行動したら目立つ。二手に分かれよう。二手に分かれる。ではこのメンバーで行きます。66階エレベーターで待ってる。はい。66階ね。満月。なんでまた66階なんだろう。1階じゃダメなのかな。ババババン。盗めなかった。しかし、一体何なんでしょうね。外人かな、高橋さん。一体何なんだろう。日本足は好みじゃないって言ってたんで、なんか改造された人間説はなくなりましたよね。もともとこういう生物だってことですよね。じゃ宇宙から来たとかそういう感じなのかな。でも、思いっきり、ここの地球の言葉を喋ってるし。いや、わかんないですね。モンスターとも違うよね。モンスターはだって、言葉、喋らないし。謎が謎を呼ぶ感じになってる。あ、なんかあるぞ。どうやって、あ、これか。敵の技。よいしょ。こっちか。これどう行けばいいんだ。あ、なんかいる。ひゃ、殺さないで。68階までのドアロックキーを君たちにあげる。ありがとうございます。やったー。これで、あれ？開かない。なんだっけ？なんとかかんとかあるじゃないですか。できるんじゃないですか。ドアロック、ドアロックキー開かないじゃん。開かないじゃん、これ。なんかクーポンをたくさん、3つ手に入れたところも、これで全部、開くんじゃないですかね。ポーション、ポーション。こんなにポーションあるってことは、これからまた戦闘があるってことかな。集合は66回って言ってましたが、なんか良きアイテムがないか、確認したいです。開かないじゃん。開かないじゃん。開こうよ、そこは。逆に開こうよ。まあいいや、66回。よいしょ。なんかいる。怖っ。エレベーターとか言ってたっけ。めっちゃ入りますけど。
社長の椅子ごっこできそう。なんもないなぁ。何してんの？気概を感じない。さっきと言ってることが違う。チーン。違うか。エレベーター、こっちは？チーン。うん。エアリストがどこ行ったんだろう。このままほっといて下に行ってもいいっすかこれ。ん？おい、なんだ？上を押してもらおうか。タークス、罠か。スリリングな気分を味わえたと思うが、楽しんでもらえたかな。くっ、はめられたんですね。あ、素直に捕まっちゃった感じだ。戦ったりしなかったのか。捕まってる。ちょっと待って、高橋さん自由じゃん、すごく。みんなも捕まったのか。斎藤はどこだ？安全な場所にいる。あれは貴重な古代史の生き残りだからな。古代史、古代史ってなんだ。知らんのか。自らをセトラと呼び、数千年の昔に生き、今は歴史の中に埋もれてしまった種族。セトラ。セトラ、あの娘がセトラの生き残りか。セトラ、すなわち古代史は我らに約束の地を教えてくれる。彼女には期待しているのだ。約束の地、それは言い伝えではないか。だからといって放っておくにはあまりにも魅力的だ。約束の地は途方もなく豊かな土地と言われているからな。土地が豊かだということは魔法エネルギーだな。その通り、そこでは金食い虫の魔法炉など必要ないのだ。豊富な魔法エネルギーが勝手に吹き出してくる。魔法エネルギーでもなんか浴びたら良くないみたいな感じじゃないですか。そこに建設されるネオミッドガル。け、夢見てんじゃねえよ。おやおや、知らないのか。最近では金と力さえあれば夢は叶うのだ。まあ最近じゃなくてもね。そうですけど。さて、会見はこれで終わりだ。わざわざ会ってくれたんだ。ありがとうございます。さあ、下がれ。ほい。わざわざ話してくれたって、すごいいい人じゃない？意外と。普通なんか、普通に斬首の刑で終わるくないですか？なかなか、粋な人じゃないですか？プレジデント、シンラ。何かあるなら秘書を通してくれたまえ。はっ、アイドルなんだ。 CD 買います。